470ヤードですね。470ヤードのやや左のクレッグ、はい、下パー5になります、はい、左右のインタイの中にまたラテラルウォーターハザードがありますので、はい、狙い目はフェアウェイセンターやや右目で、まあ、旗より右目に置けた方がベストかなと思います。行ってはいけないのは左右の輪帯で、特に左は出しにくいので、できれば左はあの進行にご協力を。なんかさっきから雨が降ってきたのかと思ったら霧が出てきちゃいましたね。出てきちゃいました。これどうするんですか、キャディーさんたちは。と近くお客様の本当にちょっと後ろに立たせてもらうんですよ。すごく見えない時はそれでもう一生懸命で、まあ、レイアウトがなんとなく頭の中にあるので行った方向でここだなっていうのは分かるんです。え、でも落ちた位置全く見えない。見えません、見えません。でも大体その方向に行くにも慣れてる。その方向にも感覚で走る。走る。あと木に当たっちゃった場合には、まあ、音とかも少し耳と耳と、はい、両方も働かせます。そうですね、中ですね。プレーと全然違います。全然4倍長く感じます、プレーの。そうです。もう全然終わんないです。全然終わんないです、はい、思い知らされました、キャディーさんの。ありがたみ。サグスさんみたいな方にですね、キャディー業務をしていただくっていうのはすごくキャディーたちにとってもいいことだと思います。もう本当にあの今後皆さんキャディーさんを大事にしてください。なんていいコメントです。どうもありがとうございます。本当ありがとうございます。本当に皆さんを大事にしてください。基本はやっぱ基本は、はい、これであのコミュニケーションを取る機能です。まああのやっぱりついていくっていうことが、はいはい、まあ喋らなくても大切かな、はい、ほったらかし感がない。ほったらかし感がね。はい。これがあの何ていうか経験豊富な方だとバッと回していくんです。経験豊富。そうですね。中にもそういう方いらっしゃいます。そうですね。ナイスプレーです。内側か上ぐらいです。了解です。見てばくる。あ、ナイスプレー。
またスラに見えますよね。スラに見えますけど、はい、多分最初はこっち行くんですよ。で最後戻るかもしれない。ちょっとすぐでお願いします。はい、そうです、なんかもう気分がそうこっちに打ちたすぎて、ね、そうなんです、なんか信じてるのに手があっちに出そう。ああけどもうそんな感じですよね。はい、ラーメン。ご説明します、はい、最初ホールです、はい、18番ホール366ヤード、はい、パー4です。正面の池まで280ヤードです、はい、左右の輪帯にラテラルウォーターハザードがあります、はい、狙い目はフェアウェイセンターです、はい、距離を考慮した番手でお願いします。素晴らしいアナウンス、こんなこと言わないですね普通。いやいやいや、まあ、でもいや完璧です、ね、言います、ええ、言っていただいて、ね、あの大体の声言えないんでありがとうございます。どうしましょう。じゃあスプーンで、はい、スプーンで、はい、お願いします。いや僕もスプーンで。スプーンで。三番。調子いい時は。お願いします。スプーンで。スプーンで。皆さん謙虚ですね。謙虚な、謙虚な方々。左は安全です。シャンク上がると絶対痛くなる。ラフですかね。少し。そうだから確認守る。これめっちゃ重い。そうですね。で、でクラブを渡して、どうしてくれるのか。めっちゃ重い。腕が伸びる。もう手が伸びる。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お方に乗ってきていただいて、はい、飲んでおきます。はい、そうです。ここは原木のための運転です。で、あのクラブの方はお持ち帰りで大丈夫でしょうか。宅急便のお客様はいらっしゃいませんでしょうか。はい、わかりました。はい、クラブをお伝えします。ありがとうございます。これでお見送りするんでしょう。皆さん、見送るの。はい、見送りします。送るんだ。
はい、ゆっくりします。どうだったっけ、はい、あるか、はい、すいません、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。でこれで、はい、クラブ磨きます。で、磨き終わりました。そしたら2人でもう一度間違えている場合があるので確認をします。はい、でウッドが3本、アイアンが4、5、6、7、8、9、2、6、2、5、10、8全部テイラーメイド、はい、でパターンが、プロタイプでナンバー9、ナンバー9、はい、でカネロのカバー、はい、全部で3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、13本です。はい、そうです。でこれでもう OK、 はい、OK です。はい、はい、でもこれで片付けて終わりなんで、はい、はい、大丈夫です。大丈夫。この後、本来ならばカートを洗う、はい、キャリーバッグを上げて、で朝お見送りじゃなくてお迎えしたのの逆をやります。今度はお見送りします。カートを片付けてそれからお見送りに行きます。はい、はいはい、本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。見事18ホール完走できてよかったです。すごい。私から言うのもなんですが、どうでしたか？そうですね、僕はびっくりしましたけど、やっぱりゴルフされてるから動き方が全然違いました、ね、はい、よかったです、はい、あと気遣いで、あと声のかけるタイミングも、はい、やはりゴルフされてるだけあって違いますね。2日間ギュッとやったんですけど、はい、大丈夫です。大丈夫です。はい、声がいかがでした？はい、キャディに来ていただきたいぐらい笑顔と、はい、本当にいい接客で、びっくりしました。はい、ありがとうございました。はい、今日も素晴らしかったと思います。ありがとうございます。卒業証書を、卒業証書をいただけるか、はい、キャディ研修卒業証書、はい、あなたは当社のキャディミキーは飯県において見事に合格しましたので研修を卒業したことをここに称します。世界を誇るキャディとなるべくこれからもクオリティとオリジナリティを磨き続けることを期待します。株式会社太平洋クラブ、ハンシュンでした。どうぞ。本当に皆さんがいただく、はい、そうです。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。卒業できました。やった、ありがとうございます。これを基本的には3ヶ月後、3ヶ月かけて研修を行って、で、まあ、卒業研修っていうのがあるんですね。それに受かったもの、受かったキャディーさんがこのように証書を渡すんですね。もう本当にこういう実践を、はい、そうです、そうです。はい、ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。YouTube のチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。